やりすぎだな。よし、やっと釣れた。やっと釣れてくれた。やっと釣れた。もうチビちゃんだけど、嬉しい。よいしょ。綺麗。本当綺麗。いやー、すげえな、もう。なんて綺麗な山ね。よいしょ。これすげえ綺麗ですね。綺麗な山ね。綺麗ですね。よいしょ。あー、やった。ちょっと痛いけど釣れた。本日は4月11日の日曜日ですね。ちょっと今回は初めての、川に来てみました。ちょっと何が釣れるかって言ったら、多分釣れるとしたらヤマメだとは思うんですが、どうなんでしょうね。放流とかしてる川ではないと思うんで、ちょっとどうなのかな、分かんないですね、やってみないと。ぐらいは、まあ、いつものごとく釣り上がりの時はだいたいこれ使ってますね。マシュマロの果実の14番、こちらをまずは使って釣り上がっていきたいと思います。よいしょ。なんか足元崩れやすそうなんで気をつけないと。わ、めちゃめちゃ崩れそう。はい、こう、よいしょ、よいしょ。とりあえずもうなんかもうダメだよ、もうヨタヨタだよ。なんか足元が本当にふらつくよ、いつも。とりあえずもうめぼしいとこからどんどん打っていきます。お、なんか出たね。いきなり出ましたね。ちょっともうどんどん釣り上がっていきますね。今多分魚いたんですけどね、ちっちゃい、多分チビヤマメだと思いますけど、出たけど乗りませんでした。出そうな長ヘビ見えないですね。どん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 上がっていきましょう。水は随分少ないですよね。かなり下腹水気味かもしれない。出ない。お、出た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 。なんだろう、やっぱヤマメだ。あ、スエです。可愛らしいヤマメがスエに引っかかってきました。綺麗、綺麗ですね。だけどちっちゃいけど、こんな可愛らしい綺麗なヤマメ。よいしょ、早速釣れた。ちっちゃいですけど、期待していいのかもしれないですね。
できないか。いかにもってとこから出ないな。ないか。いそうだけどね。大事。なんで。ダメっすね。そしてまだリスニングとかじゃないと釣れないとか、あんまりちょっと浮いてるものへの反応がよろしくないですね。もし落ちる山根がいいですね。楽しいですよ。ちっちゃいけど。ちっちゃいですけど。もうチリヤマネと遊んでる。ああ。もう綺麗綺麗。綺麗だよね、やっぱり。美しいですね。サイズ15センチぐらいだけど綺麗。豆は綺麗ですな。嬉しい。こんな感じですよ。YouTube の流れになった。綺麗なのかな。綺麗なのかな。ちっちゃい。白泡から、白泡の中から飛び出してきた。何か。こっち。こっちは危ないか。ああ。ちっちゃいのがいた。やっぱ結構コーヒーなんか明るくない方にいるな。ああ今上がってきたね。浮上してきてやめちゃったね。よし、出た。よっしゃ。よっしゃ。
少しサイズアップした。でも寝れた。やったー。寝れました。あ、綺麗。綺麗だね。しかし、全部綺麗だな、ここに。山の、自然山の。本当に綺麗です。よし、見ます。うわ、すごい勢いで見えた。やったー。ちょっとサイズアップした。いや、ほんと気持ちいいですね、朝の渓流。あ、もうそろそろバッテリー切れるな。バッテリー交換しよう。奥の方まで行った方がいいかな。うん、どこ、あそこ長いです。もう来た。くそ。来たけどいいスポネでしたね。出たけど。むずい。むずいな。あ、ちくしょう。2回もかけてきたぞ、今。何やってるんだ。お、これライブスタジオ。よいしょ、あれ。あ、くそー。出たー。ちくしょう。今いい出方だったよね。悔しいなー。出てしまった。あー、ちくしょう。うん、今針にかかっちゃったからな。思ったよりだよな。狙いも。来たな。ああ、出れないかな。まあ。いいか。もう一回。よし、来た。ああ。くそ。よいしょ、やっと釣れた。やっと釣れてくれた。やっと釣れた。おちびちゃんだけど嬉しい。
よいしょ、綺麗、ほんと綺麗。いやすげえな、もうなんて綺麗な山ね。よいしょ、ここすげえ綺麗ですね。よいしょ、うわー、ほんと綺麗な山ね。綺麗ですね。よいしょ、あー、やったチャイクど釣れた。よいしょ、というわけで今回はですね、魚が放流されていないと思われる、渓流でちょっと釣りをしてみました。全体的に、ほぼ全て、20センチ以下のチビヤマメなんですけども、反応はね非常に多くて、で魚影が濃いなと思わせるようなそういう釣果で、まだねシーズン始め頃なんで、もうちょっと季節進んだ後に行ったら魚のサイズも大きくなってるかもしれないですし、ちょっと今後に期待が持てる川かなというふうに思いました。たまにはこういうちょっと渓流で釣りするのもいいかなと思います。今回の動画は以上になります。どうも最後までご視聴ありがとうございました。